ングルーキーズカップライト級決勝戦、ケンタ VS 清水正海。疲れたからそのくらい1回で2発以上の攻撃または攻撃を伴うと思います。お互いに反則のないように意識するよう、プロバス、よし、よし、トラ、ラウンド1、はい、いけるぞ、清水、いけんじゃん、絶対いけー、頑張るぞ、はい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 、いいぞ、距離にメール貼り付けていいよ、それでいいよ、はい、はい、そう、行くときに一気に行けばいい、
そこからちょっと心の中になんかモヤモヤがあって、まあ、いつか勝たないといけないと思ってて、やっぱ今回決勝戦というよりも健太選手に勝ったというのが僕にとって大きな一歩だと思うんで、またこれからもどんどん目指して頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。おめでとうございます。勝ちました清水選手に対して大きな拍手をお願いします。選手たちの